母さん。なあ、三神楽、あの噂って本当なのか？何のこと？またまたとぼけちゃって、生徒会に対抗するとか言ってんだろ。やめとけやめとけ、どうせ無駄だからさ。それより俺たちと遊ぼうぜ。ガンプラだけが青春じゃないって。本当にそれでいいの？あなたたちだってガンプラが好きでこの学園に来たんじゃないの？最初はそりゃそうさ。でも今の学園じゃ無意味だろ。ランキングだってなかなか上がんねえし。そうそう、お前だって女子の中でも浮いてんじゃん。みんな余計なトラブルに巻き込まれたくないってさ。あ、それでももう私決めたから。あ、もしかして今の見てた？大丈夫、気にしないで。ああいう人たちだってもともとはガンプラが好きだったはずだもの。それよりちょっと気晴らしに付き合ってよ。せっかく部室のバトルシステムが使えるって分かったんだし。こうやってよく一緒に遊んだよね。周りに同い年ぐらいの子そんなにいなかったし。そうそう、大人なのにあの田舎の人たち手加減とかしないんだもの。バトルしても全然勝てなくってひどいよね。でもそのままあの環境で戦ってきたなら君も相当強くなってるんじゃない？私も負けないんだから。行くよ。キラリ、ガンプラバトル、レディーゴー。クエスト開始ね。頑張りましょう。
ガンプラバトルは楽しいね。この楽しさをみんなにも思い出してもらわなくちゃ。1年前、私たちは今の会長たちにガンプラバトルで負けて、その後の生徒会選挙でも負けちゃって、だから今みたいな学園になっちゃったのは私たちの責任でもあるの。この前戦った生徒会初期の子、リョウコもね、またあの頃のみんなともバトルしたいな。なんてちょっと締めっぽくなっちゃってごめん。よかったらまた私の気晴らしに付き合ってね。ああ、もうこんな時間だ。じゃあ今日はこれで帰りましょう。